日本千葉県船橋市本中山本中山は千葉県船橋市の地名。現行行政地名は本中山1丁目から本中山7丁目。郵便番号273-0035。本中山は船橋市の最西端に位置し、北で市川市中山、北北東で市川市若宮、北東で東中山、東で双子町、南東で 市川市原木、南で市川市、高屋、南西で市川市田尻、西で市川市をた高、北西で市川市をごり、北北西で市川市高石神と隣接する。周辺が市川市域に囲まれたような状態になっているため、住民が生活をする中では、市川市側の人々との関わりが強い地区となっている。 JR 東日本総武本線を中心に、その南北が住宅地として利用されている。本中山のすぐ北は市川市中山となっており、下宇佐中山駅北口からまっすぐ、船橋と市川の境界を越え、中山北家境寺までの山道と門前町が直線的に伸びている。地区の最寄り駅は、地区の北部にある京成本線の京成中山駅と中央部にある。 JR 総武本線の下嘘中山駅、南部にある東京地下鉄東西線のバラ城中山駅の3駅で、東京特部までの交通の利便性が良く、船橋市内でも高齢化の進んでいない区域の一つとなっている。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、本中山6の6の15の地点で23万8千円、平方メートルとなっている。 船橋市の同じ西部でも他と別の歴史的な経緯をたどっている。1889年の町村静止工事に周辺の村々と合併して、葛飾村となり1937年の船橋市成立の際に同市の一部となったが、葛飾村成立以前は現市川市の中山や若宮などの北家境地周辺に位置していた集落との信仰が深く、 連合町村などを形成したため、船橋市の他の地区からは一風変わった地区として捉えられる場合が多い。本中山の名称は、元は小栗原というものであった。中世の栗原号の一部であったとされる。江戸時代から明治初期の小栗原村が1889年の明治の大合併で葛飾村大技小栗原となり、葛飾町を経て、 船橋市に編入された後の1940年の町名編成で、小栗原町一の六町目となった。しかし1967年に実施された住居表示で本中山一町目から三町目、ついで1974年の住居表示で本中山四町目から七町目となり、小栗原という地名が消滅してしまった。本中山の由来は、元の中山の意で、 同じ北家教授の門前町がある、市川市中山との関係に由来する。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる AB、船橋市長町別人口。船橋市。2017年11月30日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。 2017年11月30日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月30日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、過去の住居表示による住所の変更一覧。船橋市。2020年12月29日閲覧。小中学交通学区域表。船橋市。 2017年11月30日閲覧。ありがとうございます。